一の一やりまーす。魚をたくさん切りましょう。その他具材は、床に散らばしましょう。多分これでいけると思います。はい、行ってみよう。床が下かな。横はやめた方がいい感じ。テーブルが案外いなくなっちゃうってことだよね。そう、いなくなっちゃう。投げて投げて、うまく投げて乗せられれば一番いいんだろうけど。投げて投げて投げて。そういう魚はね、魚持っていけば安心なんだ。持ってけ持ってけ。玉ねぎと肉体が持っていかれます。敵を置いて。敵じゃない、敵じゃないのか。あ、あーって、どこに行こう。ちょっと全然うまく入れないんだけどね。まあ、とにかくさ、じゃがいもと玉ねぎが、そうね、まあだから魚が入ってるとこにじゃがいもか玉ねぎ1個ずつ入っとけばとりあえず間違いないって感じ。そうだね、魚は絶対だからね。これで向こうじゃがいもにしたらこっち玉ねぎ入れとけば、まあなんとか合ってるでしょうって感じ。魚、まあ、もちろん全部見れたらいいんだけど、うん、でもなんかさ、ある程度組み合わせとか ってよ。あー、危ない危ない危ない。あー、同じ方来ちゃった。死ぬか。あ、死ぬしかない。同じ方来ちゃった。そう、まあでも鍋そっちに2つあるから大丈夫でしょ。ネギがな、それも気をつけなきゃいけない。同じ方向行っちゃうな。積んで積んで、ここに置くことを積むという。この真ん中のテーブルを気をつけないと流れちゃうんだよね。そう、トマトが強いちゃう。あれ、まあ、いいか。オリーブ、はい、いいです。うん、そんな行かないと。ネギだ。できろ。当ててね。いける。嘘。はい。はい。はい。押し出されたね。そうだね、風吹いた時に気をつけなきゃいけないことは多少あるけど、でも魚をたくさん切ることと、次にじゃがいもと玉ねぎを切ること、そう、ね、で最後にトマトか、うん、ネギかオリーブかを選ぶ感じです。それを意識すればちょっと楽かも。簡単にできると思います。で、困ったら魚とじゃがか玉ねぎどっちか入れとけば、うん、頑張ってください。バイバイ。